2時3時すごく、あれだよね、新人バーチャルライバーの海瀬よつはです。こう猫合ってるって聞きたいけど、コメント欄見えない。コメント欄誰か読み上げて。待って、足音聞けって言われた。足音聞けってどうやって、足音ってどうやって聞くの？足音の聞き方教えて。足音ってどうやったら聞ける？足音の聞き方どうやって？なんかもういるかもしんない、いないかもしれない。いや、そう、いない。目に見えてるものが全てとは限らない。いや、でもこれは聞こえてる。心臓痛い。死んじゃったらどうしよう。え、死なないよね。でもさ、さすがに死ぬようなゲームをさ、2時3時海線にやってもいいよって言わないってことは、いや別に大丈夫だよね。ああ、なんだ、死なないのか。ああ、死なないなら大丈夫か。ああ、またこの端っこ残しちゃう。やっちゃった。やっちゃってない。やればできるからやっちゃってるのか。え、どういうこと？音聞こえるかも。聞こえなくなったかも。死んでも、なんかもう、でもさ、配信2回しかやってないし、今だってまだ20分とか30分とかしか配信やってないから。こんな余計なことしたら絶対追いつかない。余計なことなんてない、大丈夫、全てのことに意味がある。ああ生きてるって素晴らしい。や、はあ、あ、いたわ。いない、見てないもん。お店、あー、いないです。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、ハッピーハロー。いやー、ちょっと待ってください。あれかな、もしかして海瀬声でかすぎて鼻びく、あ、わかった。これアカデミーでボイトレしたおかげで鼻腔に声が響きすぎて鼻が振動してかゆいのかも。そんなわけないんだよね。別にこれはね、アカデミーで習わなかったね。ダークディセプションのやり方は習わなかったかも。いやー、でもそこまでしないと終わらないんだ。終わらせる。海瀬はこれを終わらせることができる、そういう人間になる。はい。いいよ。純粋だよ。純粋？ん？海瀬純粋かな。順調だよ。え、もうあと30個だよ。これ海瀬終わったんじゃない、もしかして。天才の初号、絶対天才になる。天才ってなれるものじゃなくて元から天才なんだよな。だからもう海瀬はダメだ。あー、なんか今聞こえるかなと思って耳を澄ませば、ジブリ。あ、今とこ右行ったらよかったかななんて思ったりもするんだけど、後悔はね、なんとかに立たずって言うからね。あの、後に立たないんだけど先に立たないんだけど、どっちに立つ後悔って。後悔はどこに立つんですか。海さんの背後には立たないでください。あ、お願いします、お願いします。いや、あ、つまらないで、つまらないものですが、よろしくお願いします。おっと、粗品、マジで粗品、ほんと。海さんの命なんかもらったってね、マジ粗品なんでね、誰もいらないと思う。本当に大丈夫。できるまで次回はやる感じにしようかなって思うんですけど、許して。